PJ に F1 サーカス91193から195枠目、二個目さん、吉部さん、おはようございます。本日もよろしくお願いします。はい、黒金さん、おはようございます。お願いします。さあ、今日はラックスさん今歌ってましたね。もっと歌った、もっと歌った。もうね、今オープニング限定です。いや、オープニングテーマでしたから。おはようございます。6個目さん、7個目さん、おはようございます。ササラダーイ、おはようございます。すずさん、おはようございます。ダンダランダ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 ン、黒金さんがレオです。さあ、ヘイジュニア、おはようございます。現在ラックスジュニア20ポイントランキングナンバーワン、アットゥーシーズンチャレンジできるアラン・プロソーさん、おはようございます。キャージュニア、おはようございます。ルドさん、おはようございます。さあ、おはようございます。モナコということで、審査員ノーコンキルさん、落石注意さん、おはようございます。ザ・モナコグランプリです。モナコマイスター10万石さん、おはようございます。モナコでもうすでに2回優勝しているジュニアですね。モナコマイスターリタイアが2回の優勝が1回、入賞1回、優勝2回ね。あと1回で優勝3回目です、モナコマイスター。モナコか、これはモナコ。さあ、チェックですね。19周の長丁場です。コースレコードはリアルの消えちゃうの。伝統と格式があるモナコが、あ、お父さんの記録ですねこれね。お父さんフェラーリ時代、お父さんがフェラーリ時代40秒19ということで、お父さんの記録を抜くことができるのか。指まめにはなってないけど。ああ、そうなんですか。モナコどうなってしまうのか。コロナですか。コロナが憎い。己コロナ。それともプーチンか。己プーチン。モナコを返せ。キャー、ジュニア、モナコ、モナコ。さあ、ジュニアが出てきました。モナコマイスター、ジュニア。このまま。ああ、今までと違うことをやってた。モナコマイスタージュニア、今日も計測しましょう。オッケー。あら、あ、危ない危ない。ちょっとモナコ、ちょっとコクピットの位置が悪い。コクピットの位置を出ましたね。疑惑の一章もあったので、マイスターとして認定されないのか。最近でしょう。ノー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 。今日も汚い。はい、おはようです。F1 グランプリ。モナコ。さあ、モナコグランプリです。モナコここまで。ここまでねえ。お、20秒超え。2回のモナコグランプリ優勝。もちろんモナコマイスター3回でモナコマイスターという。まあ、そうですね。さすがワールド4年連続ワールドチャンピオン。はい、おはようです。F1 グランプリ in モナコ。20秒ですよ。上向いて20秒。それを2回やらないといけない。ザ・モナコはもうジュニアのね、もう別荘がありますから。さあ。それはこの時代ですよ。この時代が一番いいね。予選では毎回船の様子が気になって止まりますよね。モナコ系の書、あん
モノキープじゃない。さあ、43秒。ノー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 。リタイアしないモナコマイスター。モナコマイスター。ジュニア。ヘイ、ジュニア。オッケー。あ、どうぞ。呼ばれたので突っ込みました。わら。オッケー。おっと、あと今ヨットに向かってますね。あ、自分のクルーザーですね。クルーザー、ヨットにクルーザーに。走りはリタイアを予感させますね。どんどんどん。クルーザーにちょっと用事があったから、カズダノシキさん、おはようございます。京子の旦那さん、おはようございます。さあ、自分のクルーザー行きましたね。ドライブマイジュニアね、もう大ヒット。さあ、何か忘れ物があったんでしょうね、自分のクルーザーにね。はい、はい、おはようございます。 F1 グランプリ in モナコ、タカさんおはようございます。おはようございます。 F1 グランプリ in モナコ、ドライブマイジュニアですが、広島を巡ったとか。ね、ドライブマイジュニア、ドライブね、お忍びでジュニアが広島に行ったということでね、大ヒットでしたね。あら、あ、なななななな、ちょっとあそこの感覚がまだ戻ってない。キャージュニア戻って、あ、感覚戻って。パクリで炎上してるようですね。無線、今週からカペルがエースドライバーだから、君はプロと共にサポートに回ってくれ。ノー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 、グージェルムがサポート来る。オッケー、グージェルムサポート、もうサポートいらない、自分のことを考えてくれ。君は、僕は君のサポートはいらないから、君の自分のことを考えてくれと言いますね、ジュニア。いつもね、ジュニアは、人のことを考えるジュニアですよね。ドライブマイジュニアはジュニアのマイジュニアが出てる。あー、ちょっと発信していただきましたね。あそこですね、ジュニア、完璧ですね。あ、いいですね。いや、今ぶつかったんじゃないですか。いや、まあ感覚を確かめましたね、今ね、ジュニアのね。さあ、次は多分おそらくノーミスで走るはずですね。次はノーミスだ、ジュニアは。次はノーミスで一通り走るということですね。あ、ということで、今までのミスはわざと、はい、わざとということで、ぶつかりやすいところでわざとぶつかって感覚を確かめたというところですね。はい、いらっしゃい。 F1 グランプリ in モナコ。クッションは大丈夫ですかね。クッションが大丈夫かとね、言うことで。わ、うまい、完璧な走り。いや、完璧でしたね。あ、いいですね、これは。早い、バーストともらえます。39秒。オッケー、いいですね、完璧ですね。サンキュージュニア、サンキュージュニア。いや、いいですね。うわ、完璧、すごい、もう完璧ですね、ジュニアね。うわ、スレスレを攻めていきますね。うわ、ですね。いや、完璧だ。これは完璧ですね。39秒台前半ということで、文句なくジュニア、モナコマイスターに向かって反撃開始ですね。はい、さあ、予選用タイヤに完璧だ、変えて OK。 レッツゴー、キャージュニア。さあ、もうジュニアの母国といっても過言ではないね、モナコですから。ジュニアが、ここでモナコで育ちましたから、ジュニアのね、別荘、第3のね、デパート、アパート、マンション、別荘ね、クルーザー多々ありますから。キャンパー練習 OK、 イエス、イエスボーイ。さあ、緩めて、今攻めません、まあ1周目ですからね、タイム測りませんから、ここはゆっくりと言ってますね。2周目から本番ですよね。第3のデパートとは一体、さあ、行きましょう。
さあ、ダクラップ。アンチスレでは毎回第2の地元アピしてる田中忠出身だよなと。もうこれはもう第1の母国といってもね過言ではないですからね。モナコはねもう常に僕の心はモナコにあると言ってましたからね。あ、ちょっと間違えましたね、コースね。緩めるとこはここでした。はい、すいません、しかし。第3のデパートそんな、同じさあ、ジュニア。ジュニアクルーター大好きすぎるだろう。失格じゃないです。これは夢です。失格はないですからね。スペシャルではその失格になりましたけど、91は失格ありません。夢扱いです。さあ、夢でした。夢で。よかった、ジュニア。夢でよかったですね、今のね。イエス、完璧。オーケー。スタートクラップ。スペシャルだったら一周走ったらもうタイム残ったんだけどね。アタックラップじゃなくても。91残らないからね。ああ、しまった、あんな、あ、きなこのおもちさんがレオです。ヘイ、ジュニア。そうなんですよね。さあ、ジュニア、2周目がなかなか。さあ、仏の顔もさんとまでか。キャージュニア、ブッダイズ3タイムス、ブッダイズ3タイムス。さあ、ブッダイズ3タイムス。ジュニアひょっとして予選で練習してるのかもしれませんね。予選で練習してる。ジュニア予選遊びますからね。予選を遊ぶということで2周目はきっちりやってくるでしょう。まあ1周目ですよね。1周目は OK。さあ、ダクラップ。イエス。イエスイエス。いいですよ。いいね。うん、ちょっと落としてきた。ちょっとスピード落としてきた。あらららららら、ら、ダフ。どうしたのか、ジュニア。ダフという声がしましたけどなかなか他のドライバー待ってますけどもね、なかなかジュニア選手が予選ラップが出ないということで、もう一度測るということで、まだまだ予選ラップが、ジュニア選手がまだ予選ラップ出してないので、キャージュニア。まあファンはね、予選がジュニアの予選が何度でも見れるということでね、大喜びなんですけども、大喜びですけど、はい、おはようございます。 F1 グランプリ in ジュニア。さあ、モナコグランプリ。そうですね。イエス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 。ちょっとジュニアね。あ、インモナコ、インモナコ。イエスイエスイエス。さあ、ダクラップ。まあここはもうタイム出すためにゆっくり行ってもいいかもしれませんよね。いや、そこはジュニアのプライドが許さないんじゃないでしょうか。あ、そうですかね。ゆっくり行くの手ではありますよね。まずタイム残そうということで、ジュニアに焦りの色が。うわ、完璧だ。オッケー、スレスレ通っていった。オッケー、イエス、アタック。ようやくジュニアのラップが38秒。いやー、ジュニア、さあ、もう背中ね、ポールポジション開けて待ってますね。あ、そうですか、はい。アンチスレではスペシャルイコールなら予選も企画制してたのにと悔やむ書き込みが。
もうセナがボールポジションを上げて待ってるという情報ですね。はい、もう待ってください。このタイムは素晴らしいと。あっそー、いやー勝負かけましたけどね、ノーブレーキで行ったんですけども、そこはちょっと問屋が下ろしませんでした。まあジュニアもう2周目でいいタイム出してましたから、ここはしっかりと。イエス。さあジュニアが今ポールに向かっていきます。おっと、しかしポールマンチャー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ジュニアセブン、あっジュニアラッキーセブン、ワッチさんおはようです。これはラッキーですね、ジュニア。ここはジュニア7ということで、ジュニアにとって7は縁起がいいね、まあジュニアじゃなくても7はねラッキーセブンということで縁起がいいナンバーとされてますから、非常にいいところですね。おっと今ようやく先週の F1 サーカスの、動画がチェックが完了しました。なぜかねチェックに時間がかかって、なぜか、あそうですか、今ちょっとね上げますんで、ちょっと今チェックが時間がかかってなかなか、はい、はい、OK です。はい、ワイカちゃんインタビューお願いできますか。 Hey ワイカちゃんです。 Hey ジュニアインタビュー、My name is ワイカちゃん、from Japanese television、 フジテレビジョン、インタビュー OK? Oh yes、You are Monaco Meister、You are、Monaco Meister、 Oh、Two times win. You are three times win Monaco Meister. You are Monaco Meister. Challenge one. Espoir to Monaco Meister is senior Monaco is retire only. You are a champ two times. Do you know Monaco Meister? Yes, for him. Oh yes, Monaco Meister. That's over. Monaco Meister. This boy.My father is no Monaco Meister, but I am Monaco Meister. Espoirle, Imola Buite, Leighton House, Espoirle, perfect win, lucky number seven. Okay. はい、ジュニアね、あとこの今回優勝すればモナコマイスターだねと聞いたところですね、お父さんがモナコマイスターできなかったと、お父さんが、取れなかったモナコマイスターの夢を僕がね実現するんだと、今日モナコマイスターに僕がなるとね、力強い、宣言をねしていただきました。はい、お父さんはねそれを見て涙をしてたということですね。はい、そうですね、お父さん自分の夢をね息子は叶えてくれるということで非常に、嬉しいと言ってましたね。今日モナコマイスターになるということで、もうねくす玉の準備、祝モナコマイスターのくす玉の準備ですね。ゴールにもうくす玉が飾ってあります。モナコマイスターね、ジュニアということで、ね、そして、モナコでパーティーをね開くということでね、クルーザーの上で洋上、パーティーですかね、モナコマイスター記念のパーティーの準備も着々と、準備が整っております。さあ何回も刺さってましたけど、我々のまあ練習で刺さって本番で刺さらないのがジュニアですから。さあ行きましょう。本番でも刺さり確定ですよね。ノッ。さあ19周の長丁場、天気晴れ、いい位置からの今モナコグランプリスタート、モナコマイスターへの挑戦。さあいきなりライン、あーっとモナコマイスターの挑戦がいきなりウィング、いきなり1周目で後ろからかまごられたジュニア、いきなりの挑戦が暗雲が乗り込める、ちょっとウィングダメージですね。まあまあしかしまだ、まあ、19周の長丁場ですからね、19周の長丁場ですから、さあ19周終わったらさ、おいこらおいこら、あと行こい、おいこら、あと行こい、 OK、 ドアコを華麗に行かして、そうです、モナコマイスター3度目の優勝を目指して、さあ11番手、あともうリタイアですので、誰ですかリタイア、誰かです、はい、ありがとうございました。リタイアがもう
あーと、ウィリアムズ勢2台、どうしました。ウィリアムズ勢が2台、マンちゃん、パトレーゼが2台になりましたか。いや、わかりませんね。わからないということですね。さあ、同じチームエース中、グーじゃらめ、グーじゃらめ、グー、おい、グー、おい、グーという声、おい、グーという声がありました。グーチルームに挨拶しましたね、今ね。順位を戻せ。飲む、飲む、OK、OK。さあ、いい順位だ。順位を1位に戻せという無線が聞こえましたね。さあ、6番手。さあ、順位は早くも優勝。さあ、リタイア、ウィラムズ、リタイアになってませんね。リタイアになってませんね。OK。リタイアになってないということですね。さあ、早く OM ワックで読まないとリタイアしちゃう。はい、ありがとうございます。20代生 OL。はい、ありがとうございます。60歳の男性の方、ジュニアのモナコバイサー見たい。はい、ありがとうございます。53歳の男性の方もジュニアのモナコバイサー見たい。モナコバイサーなると言ってます、ジュニア。しっかりと落としてモナコバイサーでの輝きが見れるのか、ジュニア。疑惑のマイスタージュニア。ノノノノノ。さあ、モナコバイサー、もう私はもう今日のためにシャンパン用意しましたというね、声がありますね。15歳の、中学生、僕もシャンパン用意しました、ありがとうございます。それから、18歳の、男性の方、僕もシャンパン用意しました。18歳もう成人だ、やさそうだ。お酒は飲める。いや、お酒は二十歳からですよ。お酒は二十歳からですよ。成人になってもね、成人は18歳ですけど、お酒は二十歳からですよ。やったぜ。僕は高校生です。タバコもするぞ。いや、タバコもダメですよ。タバコは二十歳から。さあ、千崎中学生もダメですよ。中学生はまだ成人じゃないですよ。さあ、いろんな方からね、応援ファックス届いております。ジュニアのね、もう祝勝会がしたいということですね。ジュニアの、さあ、もう、あなた、笹岡監督、笹岡監督、開幕7連勝ですね。ジュニアのおかげです。開幕7連勝。あ、開幕7連勝、6連勝でしたっけ。7連勝は失敗しました。あ、7連勝失敗しましたか。はい、ありがとうございます。あなた、佐々木朗希君、佐々木朗希君、開幕残念でした。うん、開幕はちょっとね、打たれましたけど、次頑張ります。はい、ありがとうございます。いろんな方からもね、もう開幕始まって、頑張ってるみたいですね。さあ、追いついた。さあ、ベネトン、ベネトン、おい、ベネトン、おい、ベネトンという声。さあ、ベネトン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 。あー、ちょっとここは、ここは、ここは、おいこら、おいこら、おいこらね、すごいストップ止まりましたね、今ね。ちょっと今、ここはベネトンがちょっとブレーキしたんで、おい、おい、さあ、ベネトンぶつかった。さあ、ベネトンのブロックかわしましたね。うまいかわし方ですね。前にマクラーレンがいる、マクラーレンがいる。さあ、マクラーレンの前に周回遅れが4番手。マクラーレンの前に周回遅れ。周回遅れさんお願いします。ベネトンを追い詰めないで。さあ、ベネトンを追い詰めて5秒差。あとさあ、マクラーレンだ。周回遅れじゃないよ、これね。マクラーレンですね、前が。 OK、OK。さあ、華麗にかわした。フリアトーレ大激怒。さあ、あと、フェラーリ来た来た。フリアトーレ。おーおいおい、わーっとっとっと、マクラーレン。うわ、フェラーリが。キャー、旦那旦那か、あっと旦那か、プロフェッサーか、これはね、おそらくプロストでしょうね。セナのセナが怒ってますよ、プロストに。あっとっとっと、あっとぶつかった。プロストはぶつかった。おいこらおいこらというセナが、おいセナ、セナがね、あ、ジュニアサンキュー、ジュニアサンキューという声ですね。いや、プロスト激怒してくれてありがとう、ジュニア。さあ、トップに立った。モナコマイスターへの夢が走る。モナコマイスターイズドリーム。さあ、モナコマイスターに向けてトップに立った。ステージ席、モナコの指定席はジュニアだ。モナコのトップの指定席はやはりジュニアしか、モナコの指定席はジュニアだ。モナコはジュニアしかいないのか。モナコはジュニアのためにあるレース、モナコはジュニアのためにあるレースと常々言われてますけれども、ついにモナコマイスターになってしまうのか。モナコマイスタージュニア、モナコマイスタージュニア、モナコマイスタージュニア、オッケー。さあ、モナコマイスターオッケー。モナコマイスター、丁寧に走ってますね、ジュニアね。これだけ丁寧なのはジュニアですよ。 OK。 さあ、このラップは45秒。お父さんの後ベストラップ40秒抜かしたいですね。40秒、39秒台出せるのか、ジュニア。丁寧に当てていく。さあ、どうだどうだ、ジュニア、ジュニアでどうだ。さあ、 OK。 あなた、エモリ博士ですか。どうも、エモリです。ジュニアでどうだ。はい、ありがとうございます。ジュニアで OK です。はい、ジュニアの嫁に幸子はどうだ。あ、幸子はね、ジュニア断ったって言いましたね。はい、おはようです。 F1 グランプリ in モナコ。さあ、あとタイヤが、ここでタイヤが痛みました。じゃあ、ジュニア、ちょっとタイヤが、ここはジュニアね、ピット入ると思いますよ。さ
タピットに確実に入りたいジュニア。いや、ここはまだ入りませんね。残り11周ということで、もう一周して半分で入るみたいですね。ここで入ったら3回入らないといけないということで、ジュニアもう一周走ってからのピットにするつもりですね。ここはね、あ、いいですね、作戦ですね。ここはね、おっとっと、作戦の前にちょっと周回遅れが、おい周回遅れ、おい周回遅れというあのオーダーの声。ちょっと周回遅れに 手を焼いている。周回遅れに手を焼いている。さあジュニアが周回遅れをどう、あー危ない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 、危なかった。あー今なんとか、わらセーフでした。さあここでピットに入りたい。さあここでピットですね。さあ各社ピットに入っている。さあジュニア、ウィングを変えて、ウィングまずチェンジ、ウィングチェンジ、ウィングチェンジ、3秒。さあまずさあ上げて、あやぷぷ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 、早くトロトロする。さあジュニア何位に落ちたのか。ジュニア6番手、6番手、残り10周、ちょうど半分。ちょうど半分、ちょっと周回遅れね、手間取って抜かれちゃいましたね。本当ならちょっと差があってピットに入りたかったんですけどね、5秒差つけてましたからね。さあ後ろだ、もう18秒なんで、もう前を追いやつのみですね。はい、じゃあ禁煙、禁煙。さあここからモナコマイスターの見せどころですね。 OK。 さあラストコーナー、さあどこまで縮まったのか、前との差は何秒。さあピット入ります、3秒。さあ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 、 OK、 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 さあ3に上がってきた、3に上がってきた、上がってきた、上がってきた。まあ他のね、やはりねチームはピットですね。各社ピットです、ピットタイム。どれだけタイヤが速いのか。あーっと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 、おいおお、あーっとっとっと、ロータス。さあ周回遅れが、いやーここで周回、やめてやめて、ここでここで来るな、ここで、あーくそー、うーん、これしょうがないですね、ここはしょうがないですね、ここは丁寧に行きたいですね。じっと我慢、じっと我慢の子、あーやめろっつーの。さあロータス、ロータスって声、あなたトータス松本さんですか。どうもトータス松本です、ありがとうございました。トータス松本さんは誰のファンですか。中継です、はい、ありがとうございました。ベネトン来た、ベネトン来た、わーちょっと、わー引っかけた、マンちゃん、マンちゃん自爆、マンちゃんが自爆。さあジュニアが上に来た、上に来た、オッケー。さあジュニア指定席来い、指定席来い、オッケー、ごぼう抜き、ここでごぼう抜き、ジュニア、あーやい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 や、周回遅れが来た、だだだ、グージェルメ、グージェルメ。さあ、あーっと、あーっと、ベネトン、さあベネトンが後ろから追ってきて、ここはね、オッケー。さあここで抜いて、さあ指定席か、指定席か、さっぱて前と9秒差、9秒差ある、ちょっと前とかなり離れてますね、ちょっと9秒差あるということで、周回遅れにちょっと 手を焼いてる時にだいぶ離されたんですね。まだもう1回ねピート入るところですね。そこでちょっとそこで行きたいですね、なんとか。まだチャンスあるよ、ジュニア、25歳男性、はい、あれです、まだチャンスあるということで、まあ、ジュニアもまだ諦めてませんよね。ここで諦めるジュニアじゃないですよね。ここはギリギリアタックしないと、4秒差に縮まった、4秒差、かなり縮めましたね、6秒縮めた、あ、2秒縮めますか、2秒に6秒から、さあ4秒差になった、行きます行きます、 OK。 ここモナコですからね、何があるかわからないのがモナコですからね、オーケー。さあトンネル、トンネルを越えるとそこはクルーザー、ジュニアクルーザー見えます、オーケー。あなたはささみ監督ですか。どうもささみです、ささみ大好き、はい、ありがとうございました、オーケー。さあさっき4秒差、
このラップで、さあ、ベースラップ40秒くるか、40秒!2位に上がってきた、2位浮上、2位浮上!さあ、残りは1番手モナコバイスター、モナコバイスターまでもうちょい、キャー、モナコバイスターモナコバイスターまで来る、周回から、あー、周回からここで来る、ここで来るなっつぞ、ここで来るなつの、ここで俺のラインをやめろ、俺のラインだ、ここは俺のラインだとジュニアがアピールしますけども、もうぶつけるぞな、ぶつけるぞなという、あの観客の声ですね、観客の声が、まあジュニアは冷静ですよ、ジュニア冷静に、ジュニア冷静に周回をくらかわしました。ここでナメさん、おい、トップトップトップ、オッケー、さあモナコバイス来た、モナコバイス来た、モナコバイスジュニア、さあモナコバイス来た、モナコバイスさんぶつけるぞなというあの観客の声ですからね、ジュニアがぶつけるぞって声で、ね、ジュニアはもちろんぶつけることはしませんからね、ジュニアぶつけることはしませんから、さあ来た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 、ジュニア、モナコバイスさん来た、あぶない危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 なかった、ジュニアが前に出る、ジュニア攻めちゃいけませんよ、ね、そこまで攻めるとこじゃないですよね、そこはしっかりと、いやもう丁寧に走るべきですよね、丁寧に走るべきですね、丁寧に走るべき、オッケー、ちょっとスクデイヤ、ジュニアここで攻めまくってガードレース、残り3周、さあみんなの夢、全世界の夢、モナコバイスター、ジュニアがモナコバイスターになる夢が現実のものになってきます、さあ残り3周モナコバイスター、諦めない、諦めない、さあ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 、周回くる、周回くる、もっと攻めないと追いつかれますよ、ノノ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 、さあモナコマイスター、全世界の夢、宇宙中の夢が、オッケーオッケーオッケー、このままでは本当に、あータイヤが、タイヤが、タイヤが、しかしもう残りピット入ってる場合じゃないですね、ここはねピット入ってる場合じゃない、ピット入ってる場合じゃないですね、ノーピットノーピット、ピット戦来ましたけど、残り2周、残り2周ですからもうピット入ってる場合じゃないですね、後ろの差4秒、約4秒、約4秒、この判断か、イエスイエスイエス、タイヤ赤になれと暗記されてはこのまま、ノー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 、さあもう残り2周の進歩、タイヤも我慢我慢我慢の子、35歳の男性の方、我慢ですよね、我慢我慢が必要、さあタイヤも我慢してくれ、さあブリヂストン、あなたブリヂストンですか、どうもブリヂストン、あーオッケーオッケー、さあグッドウェイ、グッドギア、グッドギア、オッケー、さあ石橋を叩いて渡るような走行、さあファイナルラップ、モナコマイスターの上まであと1周、モナコマイスターまであと1周、さあ2位との差は何秒、2位との差まだ出ません、まだ6秒差、これはモナコマイスター、確実モナコマイスター、さあジュニア丁寧なモナコマイスター、モナコマイスター、そのいいスピードで、おいおいお前が、お前が邪魔してどうするんだ、さあチームメイトも後押し、チームメイトも、チームメイトも道を譲りましたね、チームメイトも道を譲った、モナコマイスターにジュニアがなる、ジュニアがなる、さあ丁寧に丁寧にかわして、もう丁寧丁寧丁寧、オッケーオッケー、さあ夢のモナコマイスターまで、モナコマイスターももうちょっとグラグラする、でもタイヤがグラグラすると言ってます、さあファイナルコーナー、ジュニアモナコマイスター、ジュニアモナコマイスター、モナ3度目のモナコグランプリ制覇、イエス、モナコマイスタージュニア、ついに夢と、お父さんが成し得なかったモナコマイスターになりました、ジュニア、パチパチパチ、ありがとうございます、ニア、アレジ、セナ、プロスト、ベルガ、ピケと入りました、やりました、ありがとうございます、ついにモナコマイスター、しかしお父さんのタイムは、お父さんのタイムは、お父さんできなかった、お父さんはだいたいリタイアですよね、あのぶつけるぞーらーという声がマイクに乗りましたけど、ヘイジュニア、ノーノーノー、ドンセイドンセイぶつけるぞーらー、あ、ど、あ、言ってないと、言ってない、あの、アイドンセイぶつけるぞーらー、してないと、ツイートとは全くしませんね、ジュニアね、まあ最初にウィング壊されましたけれどもね、あれはまあ最初のハプニングということで、無意識だから記憶にないんですね、ブッシャー、シャンパンファイズ、見事にモナコマイスター
やりました。あれです、無意識のうちにね、早く走ってたということでね、やりました。モナコマイスター、モナコマイスターで出たらよかったんですけどね。イエス、チャンダさんおはようございます。モナコグランプリ優勝、勢いに乗るジュニア、ここから連戦連勝が始まる。さあ、キャナダ、モントリオール、フェラーリ時代のジュニアが38秒02と出しています。それを抜かすことができるのか、ジュニアカナダグランプリ。シーズンも4分の1を過ぎました。今年も絶好調ジュニア、水色の旋風、緑の旋風、グリーンマン。そうですね、ついにね、悲願のモナコマイスターになりましたね、ついにね。これまで F1 サーカススペシャルで、スペシャル92ね、とにかくモナコマイスターになりたいというのが悲願でしたから、ジュニアのついになりました。お父さんのからのね、夢でしたよね、モナコグランプリが。ついにモナコマイスターになりました。まさかの無茶ぶりなので無理ですよね、この BGM で。これ毎回やってるんで、デルンでジュニアだ、ジュニアだ、ジュニアだでね、言ってますよ。悲願のモナコマイスター、わらわら、わらわら、名を暗記するで、彼はモナコマイスターにふさわしくないとの格好。いやいやいや、モナコマイスターに、モナコマイスター審議委員会によると、品格力量ね、抜群だと、審議体抜群だと、モナコマイスターにふさわしいということですね。もうね、抜群だと、モナコマイスターに、推薦するにふさわしいということでね、ジュニア、ね、これからも不動不屈の精神で、モナコマイスターを守り続けていくことを誓いますと、モナコマイスター宣言しましたね、ジュニアがね。モナコマイスター永久宣言をしました、ジュニアが。4月2日モナコマイスターが生まれた瞬間ですね。ジュニアモナコマイスター宣言、これはもう歴史の教科書に載るでしょうね、おそらく。あ、載りますよね、モナコマイスターね、4月2日2022年4月2日、ジュニアがモナコマイスターになった日ということでね、これは歴史の、テストに載るでしょう、歴史の教科書に載る、なりました。オーケー、10秒、まずライトコーナー、すぐレフト、レフト、ライト、はい、いらっしゃい、 F1 グランプリインキャナダ。もうね、モナコグランプリにかけてね、チームメイトとバトル、チームメイトが譲ったということですよね、あれはね。ああ、モナコマイスターになったジュニア。39秒、すぐ左が来て、レフト、右、 OK、 右、くねっと来て、左、右、そのドライバー開幕戦でもジュニア張りの撃墜かましてましたし、笑すぐに降りて、 OK、 もうジュニアはもうね、クリーンの代名詞ですからね。だから潜在の CM とかが多いですよね、ジュニア。まだね、クリーンの、クリーンのイメージがありますから、潜在とかお掃除よね、はい、クリーンということで。クリーン、クリーンのイメージがね、漂ってますから、オッケー、右だった、レフト、白というよりも素黒いんですが、それはノノノノノノ、オッケー、身も心も綺麗にして出直せってことですか。いやいや、ジュニア綺麗のあんまですから、でもね、マネーロンダリングってことですか。ノノノノノ、イエス、さあ39秒、右ですぐに左が来る、左ですぐにライト、はい、まだまだ、あ、ちょっとちょっと、ライト長め、ライト長め、 OK、 ですぐライト、
船が来て、でレフト。モナコでは催し物がありますが、みんなタキシードなのに中島さんだけスーツで行ったそうです。ああ、ちょっと知らない。最初はそうですよね。もうジュニアはもうタキシード常に準備してますけど。たくさん行かせてるのに、ことの不倫の噂絶えませんもんね。まあ、ジュニアはいろいろ、まあ独身ですから、ジュニアはね。あ、ね、ジュニア独身なんでね、いろんな女優とかね、と浮き名を流しても OK ですよね。もうジュニアは大体悪く言われませんよね。合わせてタキシードを借りてとか。しかも、あ、相手の女性もね、独身の女性が多いですから、もうね、ジュニアの恋を、恋愛を温かく見守ろうぜとね、ジュニア誰とくっつくかなと、ジュニアの遺伝子を誰がつくのかなとね、ジュニアの遺伝子を早くね、27歳より私に入れて、ジュニアの遺伝子、はい、ありがとうございます。多分27歳およさんにはいかないと思うんですけどね、はい、いろんな方からの、応援ファクター届いております。あーっとイエス初の請求、はい、ワンダさんおはようございます。モコナ、あ、モコナババさんおはようございます。さあ、行きましょう。下ネタ言ったあげく刺さった、わらわら。下ネタは、これは、私が、すいませんね、フジテレビジョンの、不覚でございます。さあ、フジテレビジョンアナウンサーとして、ちょっと私が失格でした。私は上品なアナウンスをいつも心がけておりますけれども、時たま下品になるのが玉に傷でございます。ライト無線、うちは仏の OL を使ってるんだ。他社の宣伝はやめてくれ。他社の宣伝はやめてくれ。からも断られたと聞きましたが、まあ、ジュニア個人スポンサーもねついてますからね、いろんなね。 OK イエス。刺さった壁に下品な落書きがあったんですよね。ノノノノ。さあもうね、ジュニアも提供、もうとにかく骨髄バンクとかでもね、ジュニアもすぐ提供しますからね。もうジュニアのことでみんな提供されてますからね、ジュニアドナーになってますからね、素晴らしいと。ジュニアの骨髄欲しい、ね、移植の必要ないのに骨髄が欲しいというね、ジュニアの骨髄が盗まれる事件もありましたからね、登録されてたのもね、もうね大変だと。それで盗まれないようにね厳重管理してます。誰が絶賛してるんだろ う、 世界中で絶賛してますよね。オッケーラストワン。さあ、カナダグランプリもフリー走行ラストワン。39秒台。まずライトが来てすぐにレフトが来る。はい、レフトが来てすぐにライトが来る。皆さんも覚えましたね、ここはね。はい。その後、ライトが来て、はい、クネが来ますよ。クネが来て。はい、すぐ左やとすぐ右が来ますよ。来ない、来ない、来ない、来ない。すぐ左やって、右があって、で、左右ですね。この後左右ですね。ここですぐ右が来るとね。ここでね、さっきジュニアがこの、で、ライト。で、もう2回目で、すぐ左が来ますよ。2回目のこのライトですぐね、レフトが来て、で、ファイナルコーナーがライトね。はい、OK。もう一回、もう一回ちょっと不安だったからもう一回行こう。アンチスレではこれ同じとこが絶賛記事書いています。ジュニアの身内では、はい、ライト、レフト、はい。皆さんもご一緒に、レフト、ライト、はい、OK。はい、ライト。ここがね、素直なライト。はいはい。で、クネが来るよ。クネが来て、レフト。はい。ただのレフトね。で、ただのライト。はい、ただのライト。はい。で、レフトライトね。ここきついよ。レフト、ここきついライト。はい、ここきついライト。OK。はい、ライト2回来るよ。1回。2回目すぐ左が来るからね。左に備えて、左に備える。はい、OK。で、ファイナルコーダーライトね。お、完璧だ。はい、完璧。OK。さあ、ジュニアファンはね、コース覚えましたね、これでね。はい。のアンチスレは一人の人がね、適当に書いてるだけですからね。もうアンチスレの人もね、正直書きたくないと言ってましたね。でもね、アンチ、意見を載すとね、炎上して、アクセスが増えてね、がっぽり、なんですか、収入が増えると、広告収入が増えるんでね、泣く泣くアンチをしてると言ってましたね。もうでも、ファンスレはね、いっぱいあって、なかなかね、アクセス分散しちゃうんですけど、アンチスレなら一つしかないから、そこでアクセス集中しちゃって、広告がね、収入がいっぱいあるということでね、儲かると言ってましたね。はい、ノ、アンチは一人だけですよ。さあ行きましょう。キャナダグランプリ、もうキャナダといえばもうね、BGM。リズミックダンスですね、カナダはね。さあ行きましょう。
ケット、ゴーゴーゴー、キャージュニア、プレゼント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 、もうジュニアへのね、プレゼントコールですね、もうプレゼント、プレゼント、これだけアンチが多いドライバーは珍しいって世界中で言われてるのに、ギブミプレゼント。さあ、ジュニアにね、プレゼントあげるあげるって言ってね、もうすごい声ですね。オッケー、ワクオツです。はい、いらっしゃい。F1 グランプリに来やだだ。そうみたいですよ。あ、でもモナコがなんか、ないとか言ってましたね。モナコどうなんだろう。さあ、行きましょう。アタックラップ。キャージュニアタック。さあ、アタック。すごいアタック。オッケー。ちょっと落としすぎたかね、今のね。どうでしょう。まあ、そんなにもうちょっとスピードあってもいい感じですね。38秒右タイムですね。去年まで大正義だったメルセデスが車の開発攻めすぎて低迷したのと、羽馬の復活が面白くしてますね。ああ、羽馬、ああもうね、拮抗してるということですね。まあ、しかしこの91の世界はね、もうジュニアがずば抜けてますからね。ああ、キャージュニアズバ抜けてる。ジュニア独走。誕生日人気。まあしかしジュニア、これは1,2,3,4,5,6,7,8 ジュニア、8ジュニアですね。さあ、まあ8ということでね、末広がりでジュニア演技を重視するジュニアらしい位置ですね。あ、そうなんですか。はい、ジュニアやはりね、この7とか8とかね、もう結構演技験担ぎをしますからね、ジュニアね。はい、315個目さん、おはようございます。アツさん、ありがとうございます。エイトマンもね、もう正義ですからね、エイトマンとかもね、はい、やっぱりフェラーリがそこやらないと盛り上がらんですね。やっぱりね、フェラーリがやってくれないといけない。このさ、サーカスでもちょっとね、フェラーリでプロストとアレジ、が頑張ってくれるのか。さあ、ジュニア一強と言われているこのね、91年 F1 グランプリ。さあ、はい、ウカちゃんインタビューお願いできますか。やだな。はい、ウカちゃんです。 Hey ジュニアインタビュー OK、My name is ワイカちゃん、From Japanese Kuji Television、You are a Canada Grand Prix、 You are a、Junior memo, Lux memo is equal B tire. B tire, okay? You are B tire? No, C tire. Oh, why B tire? Memo is justice. You are memo is justice. Kazumi-san, what is this? Oh, no, no. This memo is wrong memo. Wrong memo. No memo. Oh, yes. C solves justice. Okay.One strong? One strong is no interesting. No interesting. Do you think so? Oh, but I am champion. I am strong. I am number one. But very, very interesting. Because other driver is very strong, but my more than fast. Okay, you are my champion. はい、ジュニア、今独走中だねと。ね、今年も独走で、一強時代、ジュニア一強だとつまらないんじゃないかという意見があるみたいだけども、それについてはどう思うかと聞いたところですね。お、確かにね、僕はね、強すぎると。強いんだけれども、ただね、ただ独走で勝ってるわけじゃないと。どのレースもね、苦戦しながら、他のレーサーも速いんでね、速いレーサーがいっぱいいる、その中で、なんとか、
勝っていると、ね、それ以上の走りをして勝っているんだということでね、ポイントは独走しているけれども、レースの内容はとても面白いレース内容になっててね、非常に面白いレースになってるからね、そんな意見はねほとんど聞かないなと、僕の中ではね聞かないと、そんな意見が出るのはやはりアンチの一人じゃないかなと言ってましたね。はい、疑惑の優勝というわけです。 Thank you very much. Good luck. OK。さあ行きましょう。キャナダグランプリ、キャナダグランプリも、連覇中ですかね。連覇中、かなりの連覇が。英語も住んでるんですか。英語もギリギリのライン攻めてますね。英語もね、もう非常にベリベリですね。ベリベリストロング。さあ行きましょう。ノーマネーノーマネーサンケイノーマネーノーライフ。さあノーマネーノーライフという叫びがやりました。さあ前にはやはりライバルベネトン、ベネトンをさあかわして、 OK。さあ、クネがあって、クネがあって、レフト、オッケー、あーちょー、キャダマー。さあ、あなたは国民ですが、どうも国民です。国民がいました。あなたは佐々木朗希くんです。どうも佐々木朗希です。2戦目頑張ってください。どうも2戦目頑張ります。あなたはジュニアファンですか。もちろんです。ありました。イエス。おっとおっと、旦那、旦那がどさくさまぎれ抜いてきた。ちょっとジュニアを動かした。さあファーストラ、オープニングラップはナンバー9、ジュニア 9番手、ちょっと出遅れましたね。まあ、ここから追い上げる方がだよ、追い上げるジュニアの方がいい。27歳はいる。はい、あれです。35歳の男性の方も追い上げるジュニアが見たいということですね。さあ追い上げる展開の方がジュニアとしては燃える展開でしょう。見ている方も燃える展開。さあ丁寧な、ね、オッケー、加速でね、あ、来た来た来た、キャージュニア、あーっと危ない、あーっと旦那、キャー旦那撃墜、旦那が撃墜してしまった、危ない、おいこら、おいこらで、グージェルミ、おいこら、おいこら、おいこらという、おいこら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 、すごいですね、おいこら、今 F1 ドライバーないでね、流行ってますかね、流行ってみてみてね、日本語が流行ってる、もうおいこら、おいこら、抜かすときにおいこらと言わなきゃいけないんじゃないかというぐらいの、流行り方。しかしジュニアだけはね無口ですね。さすがジュニアですね。ジュニアだけは非常に無口です。冷静に対応しています。おいこらおいこら、グージェルミンという声、おいこらグージェルミンと、あーと雨が降ってきた。これは恵みの雨か、それとも地獄の雨になってしまうのか。さあ、わーと、もう本降りだ、もうあっという間に真っ暗、真っ暗、おいこらおいこらというすごい声、すごい声がアレンジ、キャー旦那すごい声、レインタイヤチェンジ。さあホームドインピットイン、早く早く、ノーソン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 、早く早く、クイクリクイクリクイクリ、もうクイクリ。さあフェラーリより前へ、オッケー、11番手。さあこの雨はどうなるのか、順位は影響があるのか、あるでしょうね、これはね、このピットワークの差、ピットワークの差でどれだけ順位に影響が出るのか。ヒータイヤ合ってましたね。オッケー、一体当てましたね。ジュニアジャスティス。さあ強引に、あとそこリタイアありました。誰ですかワイカちゃん。はい、F1 マシンがリタイです。いや、どのマシンですか、誰かです。ありがとうございました。わらわら適当すぎる、わら。さあドライバー大丈夫、大丈夫です。8位、1番高で8位です。さあもう前が見えてきた、ベネトン、ベネトン、オッケー、ベネトンもかわして、オッケー。じゃああなたは佐々木和弘ですか。どうも和弘です、ありがとうございました。さあいろんな方が、32歳男性の方、32歳男性の方も頑張ってくださいという声、おいとおらーおらーというファックス、おらというファックス、あっとっとっと、ね、さあおらーというファックスが書いてあったんですが、なんかおらーという、おらーという言葉が流行ってるみたいということで、ね、おらーというね、大きくファックスでおらーって書かれてたのがありましたね。はい、これは誰ですか、45歳の男性の方ですね、オラーというここでですね、はい、75歳の男性の方も、さあ6位に上がってきた、おいおいというピケの声、 OK、 ジュニアは冷静ですね、ジュニア OK と交わしました、ジュニアの冷静、ジュニアはいつだって冷静ですね、 OK、 おいです。
白パックだったのいでは。オッケー、もうパックと言わないでオラっていうのはね、いいですよね。これなら放送禁止じゃないですからね。はい、放送に載せられるということで凄まじいですよね、やはりね。やっぱり放送禁止用語じゃなくてね、丁寧ですよね、ジュニアはね。さあ、39秒、6番で変わらず、前とは2秒差、約2秒差。さあ、後ろともそんなに差はない。さあ、前と後ろ接戦ですね、団子状態。団子状態です。OK。さあ、すごいスピード。ここで緩めないといけませんよ。OK。いやいやいや、いいようなしですよ。観客の声がね、たまにね、ちょっとうるさいの関係がありますけどもね。 OK。 さあ、前とは追いつくはずですけど、そろそろ追いついてくるのか。ジュニア、このラップは39秒、ベストラップ。2秒差変わらず、2秒差変わらず、前もね、はい、ベストラップですね。さあ、前誰ですか。誰かです。はい、あれです。OK。 ここ急コーナー。さあ、ここは緩めないといけないところ。ちょっと緩めすぎですかね。もうちょっとスピード上げてもいいかもしれない。もうちょっと、ジュニアの無線はね、非常にね、もう大混乱しますからね。さあ、まだ前が見えてこないが、いつ見えてくるのか。さあ、この落差38秒、ベストラップ。しかし相手もベストラップ。相手もベストラップ。なかなか差が追いつかない。少しだけ、ね、縮まってはいるんですけどね。さあ、まだ前が見えてこない。そろそろ見えてくるか。来た来た来た。さあ、一斉に来たという格好ですね。来た。27歳男性の方来た。35歳の女性の方も来た。さあ、まんちゃん来たということですね。さあ、15歳の男性の方、マンちゃん逃げて、はい、ありがとうございます。63歳の男性、マンちゃんファン、マンちゃん逃げて、はい、ありがとうございます。マンちゃん逃げてくれという声もあります。しかし、ジュニアがもうかわしましたかね。 OK。 さあ、ジュニア飛ばす飛ばす飛ばす。あ、もうジュニア風になってますよ、風になってる。 OK。 さあ、前が見えた。さあ、前見た見た。さあ、前見た。さあ、トップか、あれはトップなのか。さあ、前の水しぶきが見えましたね。水しぶき、さあ、おっと、ピットか、ピットか、ピットか。さあ、2番手、2番手、2番手、前と1秒差。もう12上がって、指定席。トップに、トップまでもうちょい。あと1番手。1番手見えて、1番手誰ですか、ワイケちゃん。1番誰かです。はい、ありがとうございました。1番は誰かということです。さあ、どのマシンなのか、1番手は。1番手が見えてきた、見えてきた、見えてきた。さあ、ウィアムズを抜いてジュニアがトップに躍り出た。マンちゃんを抜いてジュニアトップ。さあ、周回が来た、周回も来た、周回遅れた。さあ、水しぶきがちょっと、周回の水しぶきが。さあさあ、ささみコール。ジュニアささみのね、ささみの肉が大好きと言いましたね。やはりね、あのささみの肉がいいということでね。はい、ありがとうございました。おいおいという声、おいというささみの声。 OK。 さあ、回して白旗、周回遅れは注意ですね。さあ、ここはゆっくりメニューを落としてしっかり、あ、マクローリンですかね。マクローリンに対しますんですか。セナ大丈夫です。セナ大丈夫ということですね。はい、わかりました。セナの身には、はい、安全ということですね。さあ、ファイナルコーナー。さあ、このラップは雨の中、38秒、39秒、残り50。コンマサです。後ろコンマサでついてきてる。マンチャ、あーと、セナだ、セナだ、セナがついてきてる。セナが、セナがリタイアしたとか言ってはベルガーでしたね、今のね。あ、ちょっとちょっと。さあ、周回遅れ、周回遅れ、周回遅れとなっていバトル。さあ、ここで周回遅れをかわしたいところですね。さあ、かわして、あーと、ベネトン来た、ベネトン来た。ベネトンが逃した。ベネトンは周回遅れじゃないですかね。どうですか。さあ、どうなってるのか。ちょっと周回遅れに戻ったところで、ジュニア何秒だ。
2番手2番手、やはりベネトンがトップだ、ベネトンがトップだ、ベネトントップ、セナも来た、セナも来た、危ねえ、危なかった、大幅にはみ出たジュニア。さあバトルが大カナダグランプリ、さあどうだ、オッケー、さあちょっと前がちょっと下がったが、ちょっと周回遅れで手を乗りましたね、周回遅れで手を乗りましたね、しかし差はありません、差はないですね、このまま行きたいですね、あとタイヤが、さあここでレインタイヤがどうなるのか、さあジュニアタイヤのここであと何周ですか、さああと何周だ、さあここでセナをかわした、セナをかわしてタイヤが持つのか、あと何周だ、ジュニアピット入りますかね、ピットはどうですかね、ピットは最後出ました、出ましたけども、ジュニアはノー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 と言ってる、ノージュニア残り2周、残り2周なんでピット入りませんね、ここは追い上げてる、さあピキを追い上げてる、ベトトンでしょうね、前はね、さあ追い上げるジュニア、キャー追い上げてジュニア、さあキャー追い上げてというジュニア、カナダで追い上げなるか、すさまじい追い上げ、オッケー、さあ前がまだ見えてこない、4秒差ありましたけどね、どうでしょうね、ジュニアチャージ、ジュニアチャージ、もうチャージ、ちょっと周回遅れがね、さあ残り1周、さあファイナルアップ、トップトップトップ、 PK がピットですか、 PK ピットですね、ジュニアはノーピットで、ノーピット、 OK、 さあ独走はピットで8秒差ついた、8秒差ついた、これはねジュニアの後半段、ジュニアの好プレー、ジュニアの後半段ですね、さあジュニアの後半段、 OK、 OK、 PK はねタイヤもバーストすると言ってましたね、入らないと無念と言ってましたね、オーケー、ファイナルコーナー抜けて、オーケー、ジュニア逆転、逆転、またピレリか、3戦連続優勝、ありがとうございます、イエス、ありがとうございます、 EPK パトレーで発揮で、あ、セナがピットインの間に抜かれたんですかね、3位セナでしたけども、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてベストラップ情報、ベストラップには入ってません、まあ雨が降りましたからね、しょうがないですね、はい、ジュニアがフェラーリ時代の記録38秒02には及ばずということで、おっとジュニア選手通算50度目、50本のケーキ消せないよと、やりました、 50本のろうそくを一息に消しました、さすがジュニアの肺活量、うん、やったぜ、ありがとうです、ケーキ5度目のケーキですね、はい、ありがとうございます、どうもありがとう、さあ今年も独走やりました、あのふー練習したんです、1回目、ふーふーとね、はい、というわけで、次はメキシコですね、決勝50記念ですね、さあ、もう開幕の USA 逃しただけで4連勝すごい、ここら辺はね、前半戦苦手にしてたんですけど、もう最近は前半戦から飛ばしてますからね、さあ、メキシコグランプリですけど、メキシコは優勝に優勝となってますね、はい、ほぼ優勝、行きましょう、ハミルトンの103勝目指せるのか、ジュニア、ちょっと103勝は無理じゃないですか、あと2年、全部勝っても32だよね、で82があって、ちょっと103は、あ、ギリ届くのかこれ、残り何戦ですか、今1、2、3、4、5戦終わって残り11、32と11で何歩ですか、43、43、あ、ギリギリ届かないね、届きませんね、
8年以上できたらいいんですよね。8年以上できるの初代しかないけど、初代は残らないんだよね、こういう記録がね。初代はちょっと記録が残らないのかね。さあ、17週の長丁場メキシコシティ、タイトル、メキシコグランプリはレッツゴーゴーゴー。2段階予選のとこじゃない、メキシコグランプリって。メヒコ、さあジュニアのラックスタコスの本番メキシコグランプリ、タコスタコス、ラックスタコス、アミーゴアミーゴ。さあジュニアが第二の母国として公言してはばからないメキシコです。おこどどど、あなたはタコ八郎さんですか。どうもタコ八郎です、天国から応援してます。はい、ありがとうございました。タコ八郎さんも応援してるということですね。そうですね、感動的ですね。逆転勝ちですから、喜びをね、人しようでしょうね。はい、 すごいいいレースをね見ましたね。レース内容も良かったですね。ハリーがはっきりついたコースですかね、ここはね。コーナーサインが出ませんね、細かいちょっとしたコーナーなんで。あっと、これはジュニアレインタイヤですね。ちょっとメキシコ雨ないよ、レインタイヤしてる。レインタイヤですが、まだ、クルーがまだね起きてませんね。クルー起きてないグルーが起きてないということで、ジュニア選手一旦コースから出まして、シーストと向かいますね。はい、ジュニア選手前のコースからレインタイヤのままでしたね。はい、転がし用のレインタイヤつけたまま出したんですね。そうみたいですね。はい、ちょっとジュニア選手ちょっとクルーより早起きですからね、ジュニアね。もうクルーより早起きして、より早起きでやってますからね。レイトハウスのさすがのもうジュニアでもうね、クルーにね、もうゆっくり休んでくれと、ね、で僕は 早起きしてやってる、勝手に早起きしてやってるだけだからと、いつも行きましたね。ここら辺クリームで、あと2段階、左右と。年寄りは朝が早い、ね、寝るのが早いっていうのもあるでしょうね、年寄りはね。まあ、ジュニアも、ね、やはり寝るのが早いですからね。健康的なジュニア、左すぐ右、赤いコーナーです。連続で右が来て、右にクイッと、すぐ左が来る、右が来る、左が来る、どれでも近い、右が来る。1日8回行くと頻尿って言ってましたね。もうね12時には寝ますね。1日8回行ったら頻尿で、1日8回は絶対行くと思うんですけどね。1人で予備予選の時間より早くサーキットで走ってるから迷惑してるから。そうですね。さあ41、よいあ、演技いいですね。今のタイム見ましたら、よい41秒41ということで、よいですね。よいが来ました。よい来たーというね、一斉に書き込みがありました。よい来たー、よいがあるときはね、必ずジュニア優勝するなど、フリー走行でよいを出したら狙ったんでしょうね。これはね、縁起を担ぐジュニアですからね、原価付きのジュニアですから、原価付きをする男ですから、これも狙った可能性が十分ありますね。OK、 ラストワン、僕はそんなことしないんだって前に言ってた気が、笑、4位フィニッシュですね。4位フィニッシュにならないよう気をつけると。まあジュニア時代はね、そこまで下向けたまで狙えるとはさすが考えてないかもしれませんけれどもね。はい、スタッフはね、喜んでますね。
なあ、ちょっとコーナーが多くてちょっと覚えきれんな、これ。さあ、ジュニア、ちょっとこのコーナーに惑わされてる。サインがありませんからね。さあ、41秒、まあ、まずはライトコーナー、すぐにライト、レフトが来て、またライト、レフト、レフト来たらもうね、メキシコ基本的にもうレフト、ライトと交互ですね、ライト、レフト、すぐにレフトが来る、すぐにライト、レフト、ライト、もう一回巻いて、OK、レフト、またすぐライト、はみ出しやすくなるですね、これね。レフトでライト、 OK、 ラスト。さあ40秒、40秒28、 OK、 ライト、レフト。あ、あなたはジョーさんですか。どうもジョーです。あなたのファンは誰ですか。はい、もちろんジュニアです。はい、ありがとうございました。ジョー小杉さんでした。はい、どうもです。さあ、世界的の、世界的有名なスタージョー小杉さんも応援しているジュニアです。ジョー東、あなたジョー東さん、どうもムエタイのジョー東です。ジョー東さんも来てますね。さあ、ここメキシコに、冗談じゃない、ありますね。メキシコなんか KOF で誰かいたよね。ジョー東、あ、アンディボガードチームっていうか、あのボガード、ガローチームって、あ、ガローチームじゃないや、な、誰だっけ、あ、竜子のチームだっけ、メキシコって。最初にメキシコ支部があったのは竜子チーム、なんかメキシコあたりじゃなかったっけ。あなたは竜坂崎さんですか。どうも竜坂崎です。あなたはゆり坂崎さんですか。どうもゆゆっち。はい、ありがとうございました。私もいるナース。あなたはロバートです。どうも、あなたはロバートさんですか。どうも、ロバートです。誰ですか。ロバート ガルシアです。ガルシア。はい、ありがとうございました。ロバート・ガルシアさんでした。ロバート・ガルシアさんも応援してますね。なかなかガルシアが出てこなかったんですね、おそらくね。はい。ユリは、女性チームでしたっけね、確かね。はい。でも、普段はお父さんたちと一緒にいるっち。はい、いろんな方からもね、はい、メキシコに来てますね。タクマいませんね。あ、あなたタクマ坂崎さんですか。どうもタクマです。あ、鼻が長いですね。どうも今天狗の面かぶってるだけです。はい、ありがとうございました。天狗の面をつけたタクマさんでした。声の使い分けが迷子ですが、ラックスの走りに注目しましょう。さあ、行きましょう。さあ、もうジュニアのプラクティス始まってます。お母さんはいるんですか。さあ、行きましょう。お母さんも死んだんじゃないかな、結局源流のお母さんもね。天国から見守っているということですね。キャダックジュニア、キャダックジュニア。あー、ちょっとダメ、ね、ちょっとこのね、メキシコの連続コーナーにやられてますね。天狗の花を入れたれそうになって逃げたんでしたっけ。40秒、あなたは花高々なの天狗様です。どうも天狗です。誰のファンですか。天狗界でもジュニアが大人気です。はい、ありがとうございました。天狗でもジュニアが大人気ということですね。はい、天狗会であったんですね。どうも天狗、天狗、そうですね、天狗の集まりっていうのがあるんですけども、はい、さあジュニア、ベストラップを叩き出してほしいですけど、ちょっとメキシコは左右がなかなかきついコース。謎の天狗会、40秒、ちょっとジュニア納得いかない。火の鳥もガオンの天狗になりましたね。ああ、ガオンもね、ガオンも天狗の花でしたね。飲み会っぽい。あなたは手塚治虫さんですか。どうも手塚治虫の、霊が宿った男です。はい、手塚治虫さんも天国の柄、あ、イタコに乗り移ったんですね。どうも、
私は、手塚治虫の霊を映したイタコです。はい、ありがとうございました。手塚治虫さんもがイタコで登場でございます。どこかから怒られそう、はい、笑す。あなたは小林麻耶さんですか。どうも小林麻耶です。わらわら、はい、小林麻耶さんは誰ですか。どうもです。ジュニアが好きです。エビゾーは嫌いです。はい、ありがとうございました。エビゾーさんは嫌いだけどジュニア好きなんですね。どうもジュニア好きです。はい、ありがとうございました。さあ17週の長丁場、大川さんも、あなた大川さんですか。どうも大川隆法です。あなたはあの誰が好きですか。ジュニアです。はい、ありがとうございました。大川さんもジュニアが好きということで、もう、いろんな方からねジュニアの応援がされております。さあ C ソフト、Hey Junior, it's okay, okay. You are Mexican Grand Prix. You are beautiful course. Mexico, Lux Tacos course. Oh yes, oh yes. Mexico is mother country. Lux Tacos is very good, very delicious food. Lux Company is Mexico. Is born in Mexico. Born to Don of Lux.Company, okay. Mexico Grand Prix. Good justice. Yes. Tomo さんおはようです。はい、メキシコグランプリからね、メキシコでここラックスカンパニーを生まれたんだと。ラックスタコスの聖地、メキシコで僕は負けるわけにはいかないと。メキシコグランプリの、メキシコグランプリはもうね、とにかく生まれたんで、ラックスメキシコグランプリで負けるわけにはいかないと言ってましたね。はい、もう。まあ、お母さんの国といってもね、過言じゃないということでね。じゃあ、ジュニア時代は日本で生まれてますけどもね。はい。もうメキシコはもう第二の母国と言ってます。常にね。トモさん、ありがとうございます。さあ、行きましょう。インタビューへの OK のテンションがいつも低いジュニア。メキシコグランプリ、3連覇なるか。ん?タイヤ変えたか?もう一回。ね、要チェック。OK。さあ、今週前戦、3戦全勝で終えることができるのか、メキシコグランプリ。ジュニア予選始まってから、レッツゴー。あなたはカープの通訳さんですか。どうもカープの通訳です。はい、ありがとうございました。ちょっとこれは赤旗が上がりましたね。ジュニアうまく抜けたんですけど赤旗でした。やり直しになります。スタートやり直し、クレード通訳さん。さあジュニアはね、ジュニアはまあちょっとね、赤旗でちょっと心外な顔しますけど、さあレッツゴー。さあ赤旗で やり直し、一斉にファーストコーナーにまた飛び込んで、すごいことになった。これまた赤旗が上がるのか、どうなんだ。赤旗上がれない、赤旗上がれない。さあジュニアはもちろん巻き込まれずに OK、 しっかりと。さあもうトップに来たのか、さあジュニア得意のメキシコ、さすがタコス、タコスの本場ジュニア、27歳より頑張れ。はい、ありがとうございます。35歳の男性の方もジュニア、メキシコグランプリで頑張ってください。45歳の主婦の方も、あーい、なあいらっしゃい、 F1 グランプリメキコ、あーちょっとあーウィークワールド、おい、あーちょっと助かった、あーちょっと助かった。これはジュニア助かった。さあ3度目、もう赤旗さん、赤旗2回までなんで、もう上がらない。赤3回上がるんだっけ。さあ、いや、赤旗2回までですかね。さあ、またしても、これまた赤旗上がるんじゃないか。また赤旗は、多分赤旗上がりません。赤旗確か2回までだったと思うんだけど、デフォルト。デフォルトから変えてないはずだから。さあ、今のね、ジュニア、さあ、今度はもう赤旗上がるなよと。ジュニアファンは祈ってます。もう35歳の男性の方、赤旗上がるのだよ、45歳の男性の方、赤旗やめて、はい、ありがとうございます、10歳の、中学生の方、僕は10歳で中学生じゃないです。はい、ありがとうございました。さあ、手術中の人ね、今日手術中のファックス全然読まれてない。はい、ありがとうございます。うさぎちゃんと赤を上げようとおずんとしてます。おい、おいという、マンちゃんの声。あと、背中抜いてきた。マンちゃん背中抜いて、ジュニア3番手。新聞赤旗への風評被害。さあ。あぶね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 、セーダーと大爆、さあちょっとサイドバイサイド、さあバトルが始まった。あーとセーダー突っ込まれた。セーダーが今スピンですね。メキシコサボテンの川ですね。サボテンの川に滑ったということで、タイヤにサボテンの川が刺さって、あーとサボテンがあったんですか。サボテンですね。
メキシコのサボテンがちょっと風に吹かれて、セダンの絡まったということで、ジュニアとは当たってないと言ってました。そうですか。はい、ありがとうございました。すごいバトル。さあ、その間にしかジュニア、ちょっとジュニアのスピードが落ちてる。ジュニアのスピードが落ちて、いや、セダンと当たったことでどうしたんでしょうね。ちょっとスピードが落ちましたかね。さあ、OK。サボテンの花が咲いている。ありがとうございました。あなたは池田修一さんですか。どうもありがとうございます。池田さんは誰のファンですか。私はサボテンです。はい、ありがとうございました。池田修一さんでした。サボテンの花が、そうですね、サボテンの花が咲いていたんでバーストしたんでしょうね。さあ、くねくねしたらメキシコくねくねしている。あーっと、くね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 、オッケー、ファイナル。あーっと、ベネットン PK がまたぎだ。4番手、あれはしょうがないというね、無敵テレビの解説も、脇森さんもしょうがないと言ってました。さあ、PK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 、さあ、PK もかわして、OK。さあ、インから、インから、あの抜き方ができるのはジュニアしかいない。さあ、インから抜いてた。はい、おはようございます。F1 グランプリ、メヒコー。さあ、メキシコグランプリジュニアの挑戦、3連覇なるか。おいこら、おいこらと言いながら、おいこらと言いながら、おいこらと言いながら出てきたマシンがいました。危ない危ない。ちょ、ここら辺のね、コーナージュニア覚えてないんでちょっと危険ですね。おっと、ジュニアがブロックしたんですが、ブロック避けましたね。さすがジュニア安全ですね。普通ならブロックしますけども、ブロック、あーとブロックか。あー、おいこら、あー、これちょっとやめろって、やめろ。おい、ウィング大丈夫か。ウィング大丈夫、ウィング大丈夫、ウィング大丈夫。危なかった。ウィングが来てる、ウィングが来てます。ちょっとウィングワン、 あなたはカトラさんですが、どうもカトラ正和です。あなたは誰が好きですか。女のお尻です。じゃあ、じゃあ、ジュニアです。ありがとうございました。さあ、カトラ正和先生もジュニアを応援してるんですね。はい、ありがとうございます。さあ、ちょっと順位をどれだけ落としたのか。まあ、そんなに順位落ちてないと思いますけどね。46秒です。3秒差、4番手、4番手、差は約4秒。まあ、ここで4秒差ならね、ワンピートで追い抜けますからね。さあ、ワンピートで追い抜けるか。 OK。 ここから先ですね、レッドコーナーから先はちょっと難しいですからね。ここね、くねくねしてますからね。右左左、右右があるとこがあるんでね、そこがだけ要注意ですね。右右があるコースがとこがあるんでね、ここで右右右右左左の後右、オッケー、オッケー。さあ、ピット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 、全車一斉にピットで、ジュニアトップ、トップに躍り出た、オッケー。さあ、6秒差、ピットの間に6秒差つけた。ジュニアはまだノーピット、ノーピット。さあ、ウィングが破損してるんでぶつかるわけにはいきませんね、ジュニアね、ここね、ぶつかるわけにはいかない。ジュニアぶつかれないですよね、ここね。あっ、ちょっとちょっとちょっと、スピンスピン、ちょっとはみ出たらここね、メキシコすぐスピンしますからね。メキシコも砂嵐がね、紙砂嵐が巻いてありますから、砂嵐があるんでね、要注意ですね。ウィングは黄色で、さあ、トップ変わらず残り10周、イエス。さあ、2位との差はかなりついている。8秒差ついてます。さあ、あとは周回遅れに気をつけたい。ノーウィング、ノーウィング、ノーライフ。ここ丁寧に走ってね、はみ出るとちょっとタイヤ弱りますからね。ジュニアも1回ピットが必要か。うん、ちょっとはみ出方が多いんでね、ちょっとタイヤ気になりますね。イエス。うん。さあ、このラップは40秒、残り9周。トップ独走。OK。さあ、もうくねくねしているメキシコ。10秒差。
OK。 さあ周回遅れ現れた、現れる周回遅れ、10歳の集中の少年、周回遅れに気をつけて、はい、あれです。65歳の男性の方、周回遅れ注意だな、はい、あれです。53歳の男性の方、ラックスタコス食べながら見てます、はい、あれです。18歳の、女子高生、私もラックスタコス食べてます、はい、あれです。いろんな方からの応援ファックスが届いております。さあ周回遅れ注意、高齢の仕込みファックス。さあこのラップは40秒、残り8周。 OK、レフトライト、レフトライトと交互に来る。さあタコスを食べてる。さあ10秒差、10秒差、出てこな、なんだかクリア。周回遅れ、おいおい周回遅れという声、おい周回遅れという酔っ払いの声。さあ酔っ払いの声を交わして、さあまだ周回遅れ見えますね。さあここクネクネしている。あちょっとちょっとちょっと、まあこれ周回遅れの時なんだよね、ちょっとためてましたね。あ周回遅れ前に行かしてね、はい、安全に抜けた方がいいですね。これストレートで抜きたいですよね。ストレートで抜きたい。さあ残り7周、残り7周です。さあ周回遅れ見えてきた、周回遅れをここでかわしたい。 OK、 直線で抜いたわけですね。ちょっと縮まった。まあ今の周回遅れで、ね、ちょっと手間取ってもんね。おいこらおいこらという声、周回遅れの声、危ない危ない。OK、 あの色よく 見ますね。ジョーダンでしたっけ。さあいやブラボンか、ブラボンか。さあ OK、 OK、 さあウィングは大丈夫、ウィング大丈夫。このラップも41秒ちょっと遅れた。残り6周、できればね40秒台出しておきたいですよね、常にね。40秒台出しておきたいですね。41秒だとちょっと遅いですよね。できればまあ39秒ね、ベストラップ出してほしいですけども。まあただ周回ぐらい来るんでね。さあこのフットワークが来た、フットワークが来た。おいゴブラアルボレイツ、アルボレイツ。さああなたはササレさんですか。どうもササクリ男です、ありがとうございました。いや違います、あのササクリ男って誰ですか。笹岡監督ですよね。はい、どうも笹岡監督です、常連です、はい、ありがとうございました。開幕6連勝おめでとうございます。どうも開幕7連勝できませんでしたけどね、もう阪神と6ゲーム差です、ラッキー、はい、ありがとうございました。ちょっと今阪神さん7連敗ということでね、大変ですけれども、まあね、はい、まあ、ここからまあ始まったばっかりなんでね、頑張ってほしい。まあ、ジュニアはね諦めるなと言いますよね、はい、ジュニアはやっぱり諦めないと言いますので、どんな状況でも、おいおいフットワークというところでね、おいフットワークというフットワークファンの声。おっとちょっとタイヤがフラフラすると思った、タイヤですね、タイヤが。さあこれはまあ25秒差ありますから、余裕のピットは、さあ余裕のピットイン。さあピットサインが来ました。 OK ピット、はい、ああ OK、 あウィングもチェンジしてくれた。さあウィングもチェンジで OK。 さあ続々とピットに入って OK、はい、さあ残り4周。おっとおいおいこらという声。さあ残り9秒、ピットに入っても9秒差ありますね。独走状態、交換しなくて赤になればよかったのに。さあまあこのねピットに入っても急速ですから、まあ、あとはもう丁寧にね走ることだけですね、丁寧に走ることだけ。 OK、 あそれとベストラップの更新ですね、ベストラップの更新。まあちょっと周回遅れが出てくるんでね、ベストラップは更新しにくい状況かもしれませんけれども、更新してほしいですね。おっと5秒差に縮まった、あれから4秒縮まりない、9秒から5秒にね。さあちょっとあんまりよ、ね、ゆっくりいってるとこうなりますからね、ちょっとまあ油断しない方がいいですね。さあジュニアも本気を出したか、本気を出したか。ちょっとね今ちょっとのんびり走ってますからね、周回遅れか、周回遅れはちょっと。さあ周回、白旗は上がっている、白旗は上がりっぱなし。40秒、おっとベストラップ、ここでベストラップ、
ここでベストラップ残り2周。いやこの終盤でベストラップね、底力、ジュニアの底力を見ました。さらにまた6秒差に差を広げました。ジュニアの底力、いややはりね追われてると思ったらねすぐにスピード上げますよね。さすがですよね。さあ白旗がさっきから引き出し上がっています。さあファイナルラップで残りあともうちょいもっとスピード上げて、そしてさあペースアップ。さあちょっとこのおいさっきからポイントが。さあファイナルラップ、もう2位とは8秒差、約9秒。さあマンちゃんも周回遅れにするのか、ウィリアムも屈辱の周回遅れになってしまうのか。さあ前代周回遅れにする勢い、これがジュニアだ。メキシコグランプリ、あとあっとっとっとさあちょっとスピンしよう。あおいこれこれおいこれあとこの野郎、さあこの野郎という声がありましたけど、ジュニアちょっとハプニングが最終ラップありましたけど優勝問題なく、2位はマンちゃんでした。パチパチありがとうございます。3連勝今週は素晴らしいやし。さあマンちゃんモレのドネリー入ってますね。ドネリー PK アレンジとなってます。モナコがありますけど、モナコもねもう完全にあれです、モナコマイスターになりましたね。あっと40秒3日ベストラップはかすりもしてませんでした。はい、トップはジュニアがウィリアムズ時代の39秒59ということで40秒 切ってません。最近なんかベストラップが出ませんね全然ね。プッシャー独走体制、2位のマンちゃんとは30ポイント差。早くも来週優勝確定してしまうのか、得意の高速連戦でね。これで51度目。はい、ご視聴ありがとうございました。ミシェニン F1 サーカス91は毎週土曜日やってます。また来週。プロストに並んだ。ありがとうございます。プロストに並んだ。ありがとうございます。じゃあジュニアはまた来週。はい。Next week. See you next week. はい、おでした。おでした。おでした。球場でお会いいたしましょう。はい、おでした。おです。おつこす。おでした。おつこす。おつでした。はい、おでした。